どうした？イグニス、列車止められねえか？プロンプトが落ちた。アーデン、いや、俺が落とした。どこかわかんねえ。結構前。ノクト、落ち着け。状況はわかった。だが列車を止めるのは危険だ。また襲われかねない。他の乗客もいる。だけど、もうすぐテネブライに着く。そこで他の乗客を降ろそう。プロンプトは？帝国の宰相が絡んでいるなら、奴に連れて行かれた可能性もある。そうでなくても連絡があるかもしれない。少し待ってみないか？こっちに来られるか？グラディオもいる。あ、そっちは二人とも無事か？ああ。じゃあそっちに。くそ、また来た。片付けてから行く。なんか来たし。久しぶりだね。オロネオ。これはお前らの仕業かよ。知りたきゃ見てけば。宮殿までなら案内するよ。じゃ、いろいろ聞かせてもらうわ。ん？あんた、その目は？ああ、ちょっと怪我をした。見えてないの？視力はほとんどない。戦いでか。大変だったね。あいたたた、帝国兵め。大丈夫ですか？まいったな。いたたたた。誰かに見てもらえないかしら？少ししたらオルティシエに向けて出発するそうです。よかった、それなら助かるな。
そういえばもう一人いたよね。ああ、でもちょっと事故があってな。死んだの？わかんねえよ。ならそんな顔まだ早い。しっかりしなよ。先があんでしょ。ここを襲ったのはあんたらか？帝国軍に属する死骸ってとこ？あんたも帝国軍だったよな。昨日退役したよ。今は元傭兵部隊を連れて救援活動中。え？あなたがここで活動しているなら頼みたいことがあるんだが。うん？列車の乗客をここで降ろしたい。話を聞くに、この先は特に。そうね。じゃあ面倒見るわ。だったら運転手も変えたら？変えられるなら助かるが、動かせるやつがいるのか？うん、前にも会ったことあるやつ。ほら、この二人、ビッグスとウェッジ、打たれ強いからね。安心していいよ。どうも、久しぶりです。で、何の話で？列車、テイトに運転してって。はあ。一般人には頼めないだろ。ま、そうっすね。了解した。優しい心遣い、感謝するぜ。そう。運転、頼むな。任せてください。正直何が起こるかわからないですけどな。ああ、警告は特にな。寒いとこ通るんですよ。標準芝の亡骸がある谷なんです。まあしばらく走りますんでね。ここでしっかり準備してってください。あ、宮殿の人と話しました？この近くにいると思いますが、フルーレ家に仕えてたそうで、あなたと話したがってましたよ。俺と？わかった、行ってみるわ。お前らはもう帝国軍じゃねえんだな。ああ、なんせ救援活動するには軍を抜けないと。お嬢が限界来ちゃってましたから、波に乗って。お嬢って誰？ああ、アラネア巡章です。あ、帝都も死骸だらけでしたから。クリスタルもずっと放置しちゃってるし、軍の中だって不平不満でいっぱいでしたよ。市民は無事なのか？みんな家にこもってる。ちゃんと生きてるのか、それとも戸を閉めたまま死んでるのかはちょっと不明ですね。俺たちは列車の方で待ってます。出発するときは声かけてください。それじゃ行っか。おう。まあ、こっちもいろいろあってね。将軍は処刑、皇帝は病に伏せって、宰相がその後は文字通り好き放題してる。管理する人間が死んだり消えたりで、特にひどいのが死骸研究の崩壊かな。崩壊？まだ命令の入っていない魔導兵も、うちで捕らえていた死骸も今や野放し。死骸が増えたでしょ。帝国から来ていると？そう、帝都から溢れてんの。おなじみの魔導兵もだけど、死骸たちの強さも前より増してる。とても今の帝国軍じゃ抑えられなくてね。昼が短くなってきてるせいもあって、死骸も好きに動けるみたいです。で、そこらをうろついてると？あんたたちから奪ったクリスタルも要塞内で厳重に保管しっぱなしでさ、国や町が良くなるなんて話もう覚えてるやつもいないんじゃない？
もしやノクティス様でいらっしゃいますか。ああ、そうだけど。もう一度お会いできるとは。こんなに大きくご立派になられて。フルーレ家次女のマリアでございます。覚えてはいらっしゃらないかしら。ああ、悪い。いいえ、それよりお伝えしておきたいことがあるのです。ルナ・フレーナ様は紅葉の指輪をノクティス様にお返しできましたか。ああ、何よりでございます。レイブス様も報われましょう。レイブスも。この指輪をノクティス様へ。私の代わりに。どうか。体が思うように動かないのです。それを受け取ることはできない。お前が自分で渡すんだ。指輪を渡し、王にその自覚をさせるまでがお前の使命だ。倒れてはならない。でも、もう私の力は。果たせ、ルナ・フレーナ。一人の人間としてノクティスに会い、お前の思いと覚悟を伝えろ。ノクティス様、テートへ向かわれるのですか。ああ、レイブス様はレギス陛下の剣をノクティス様にお渡ししたいと願っておられました。再会は難しいかもしれませんが。受け取るよ、絶対。ありがとうございます。レイブス様のお話では、プライナもあの場で命を落としたのだそうです。きっと最後までルナ・フレーナ様のおそばにいたかったんでしょうね。片割れを失ってアンブラも寂しがっているでしょう。ああ、でもアンブラは元気だ。ノクティス様、どうかご無事で。クリスタルさん、厳重に保管してるって言ったでしょ。ああ、本当に誰も近寄らせてもらえなくてね。皇帝でさえお預けを食らってたんだ。研究者たちに流れてた噂だけど、クリスタルと関係あるのはむしろ死骸。最初が皇帝にあれを奪わせたのは
死骸や魔導兵に都合が悪いからなんじゃないか。そんな噂が現実味を帯びてきたね。王様が守ってきたっていうクリスタル、死骸に聞いても別に不思議じゃないよ。帝国が持ってたって仕方ないからね。使える人間が持ち帰るべきでしょ。ノクティス様。お？ノクティス様はルナ・フレーナ様と結婚するの嫌だった。ルナ・フレーナ様はすごく喜んでたよ。ドレスが届いた時もニコニコして、ノクティス様のこと大好きだったよ。そうか、ありがとな。かつてレギスは聖石に選ばれたノクティスの運命を憂いていた。その顔はテネブラエに来て変化した。レギスも寂しげだったノクティスも、カンナギとしてではない、大きな力があなたにはある。私はカンナギである以外に特別な力など持ってはいません。ただ本当は婚約のお話をとても嬉しく思いました。ノクティス様にもう一度お会いできるかもしれない。それが本当に少しの間だけでもよくて、私の中にそれを嬉しく思う気持ちがあるから。持てる力のすべてでノクティス様をお支えしようと思っているのです。ルナ・フレーナ様、ご迷惑かもって言ってたの。そんなことないよね。あ、ないよ。ノクティス様がかっこいいお兄さんでよかった。どうもな。夜はもう明けないのか。世界はどうなってしまうんだ。ずっと暗いままですね。とうとう夜だけになっちまったか。信じられないわ、こんなの。世界はこのまま終わってしまうのかしら。ルナ・フレーナ様の演説をラジオで拝聴しました。あの広場は本来お式を挙げるはずだった場所ですよね。一体どんな思いでいらしたか。途中で水陣見えなかった。ああ、やっぱり見間違いじゃなかったのか。とんでもない旅になっちゃったよ。帝都に向かうのはもうやめだ。どうやって帰る。帰れんのかな。後で車掌に話を聞いてくるよ。ここにいる帝国軍が襲ってこないな。本当に大丈夫なのかな。僕の家が僕たちの家どうなるの。ママ心配しないの。ママ新しいお家探すよ。そうだ、オルティシエのおばあちゃん家に行こう。ジールの花が一面に咲いていた庭もすっかり焼けてしまいました。ルナ・フレーナ様が自らお世話もされて、綺麗な花畑だったんですけどね。申し訳ございませんが、すぐには無理です。いつまでこんな場所にいさせる気だ。なぜすぐ出発できない。
皆さんが乗れる準備をしてるんです。お待ちください。俺は死にたくないんだよ。お気持ちはわかります。皆さん同じですよ。あんなに綺麗だった町が、こんな時ルナフレーナ様が生きてらしたら。レイブス様もお帰りにならなかったわね。将軍にさせておいて処刑だなんてひどすぎるわ。なんてこと。これからどうしたらいいの。どうしてこんなにひどいこと。デートは大丈夫なの。お前婚約者だろ。ルナフレーナ様のこと教えてやる。お、おう。ルナフレーナ様はお花だけじゃなくてかっこいいステッカーも好きなんだぞ。嘘じゃないからな。宮殿はかなり損傷しているのか。だいぶひでえな。避難してる人間も疲れ切った顔してる。あの宰相は一体何をしたいんだ。考えると大抵嫌がらせでしかねえ。邪魔ってほど邪魔もしねえ。プロンプトも多分生きてんだろうよ。ただ無事かどうかだな。だいぶ兄貴も苦しい立場だったみてえだな。しっかり話ができなかったのが悔やまれる。陛下の剣は帝国にあるのだろうか。持ち歩いてた奴が処刑されてるからな。宰相が絡んでなきゃいいが。しかしこれでフルーレ家は耐えちまったってことか。そういえばしばらくゲンティアナ様のお姿を見かけませんね。カンナギの血筋も途絶えてしまったし、こちらにいらっしゃる理由もない。もうテネブラエは誰も寄りつかない場所になるんでしょうね。こりゃやっぱりテートは無理だな。ああ、商売どころじゃないだろう。あっちは研究所がやばいらしいし。死骸だらけってのも本当かもな。イドラ皇帝はどこで何してんのかな。生きてんのかね。将軍も死んだろ。レイブス様は帝国の反逆者として処刑されるそうですよ。宮殿への襲撃もその見せしめなんでしょうかね。